皆さんこんにちは、小場翔です。今回は非常に初歩的といえば初歩的なんですけど、ただ非常に重要なテーマをお話ししたいと思います。まあ、それはですね、塾に行く意味ってそもそもあるのということですね。これについてやってみたいと思いますね。まあいろんなね、意見があると思います。まあ塾に行く意味がある、行く意味がない、いろんなことを考えていらっしゃる方いると思うんですけど、まあ一応ね、これまでずっと教育業界にいて、まあ僕自身も塾を経営している人間として、まあ言えることがあるんじゃないかと思いますので、今回はある程度ね、情報を整理してお話をしてみたいと思います。で、そもそも、じゃ塾に行く意味があるとした場合、仮にね、どんなところが塾に行く意味なんだろうという時に、まあ、大きくですね4つないし5つ意味はあると思います。これまず一気に挙げちゃいますね。1つ目講義を受けられること、2つ目質問ができること、3つ目添削を受けられること、そして4つ目スケジュール管理を受けられること、そして5つ目なんですけれども、例えばまあ保護者さんも含めた、例えば志望校対策とか、まあ、志望校をどういう風にするか、受験校をするかっていう、もうちょっとまあ外側ですね、勉強よりはちょっとこう上の抽象的な部分に関してのアドバイスをもらえるというところ、まあ、質問にこれ入れちゃってもいいので なので、まあ4個か5個っていう風にしてるんですけど、まあ、この辺がですね、まあ、塾に行く意味があるとすれば、まあ、行く意味なんだろうなとは思います。もちろんそれ以外にもね、いろいろなこう、まあ、価値認識というものがありますから、まあ、僕にとってはこういうところがすごいね、この塾の価値なんですっていうところもあると思うんで、あくまでまあ一般論で平たくするとね、まあ、この4つか5つになるんじゃないかなと思います。でその中でも特に大きいのはやっぱり講義が受けられるっていうところと質問が受けられるところですね。まあ、あとは、まあ、一部ね、論述とかが重い大学を受ける人は添削をこう非常に価値を感じていたり、まあ、自分でね勉強の管理ができないっていう人は、まあ、スケジュール管理の部分を重きに置いておりますが、まずね塾に行く意味があるとすれば、このまあ4ポイント5ポイントがまあ大事なんです。じゃ逆に塾に行く意味がない人っているのかどうかってことです。これ結論から言うとですね、塾に行く意味がない人っていうのもいます。世の中にはこれは確実に存在していて、じゃどんな人が塾に行く意味がないのかってことについて逆にね話していくことで、じゃ塾に行く意味についても、裏側でね説明をできるようにお話をしていきたいと思います。まず最初に塾に行く意味がないポイントっていうのがまずいくつかあって、例えば講義を受ける必要がない人、まずこれは一個大きいですね。要は自分で例えばスタディサプリとかでやっちゃえるとか、まあそもそもあの参考書で独学ができてしまう人、そういう人はあんまり講義を受けるという必要はないと思います。まあやっぱり講義というのは先生が前に立ってわわわわ喋って、それでまあ1時間2時間3時間やって、まあそれを自分のインプットとしてやることなので、普通にですね、まあ、映像で倍速で見る、2倍速、1.5 倍速で見るとか、普通に文字を読む方が当然情報の処理スピードとしては速くなります。なので基本的に、まあ、講義に出るということは、まあ、そのなんかね、強制力もありますし、勉強に対する、まあ、必ずそこに行って受けなければいけないとか、まあ、仮に映像授業だとしても受けさせられてるって言い方悪いけども、まあ、強制力を伴っているという点で、まあ、意味はなくはないかもしれないけど、でもそれが自分でできるよっていう人にとってはあまり意味がないですね。はい、2つ目の質問に関してもそうです。まあ、自分で調べることができる人、まあ、一定以上の学力になった場合、ある程度自分で調べたり自分で予想立てながら勉強していくことが可能です。まあ、本当にあの難しいポイントっていうのもあるので、まあ、そういうところはね、まあ全く質問しないで、まあ、受験乗り切れるか、ね、そういったので、例えば医学部とか、東大とかっていう受験を乗り切れるかって言われると、いや、質問ができる環境は必要だなと思うんですけど、ただ、そんなにたくさん質問しなくても、例えば学校の先生に聞けるとかね、あの、質問するとしても週に1回ぐらいだから、まあ、そういう今の自分の環境の中で十分、こなせるっていうのは全然あると思います。なので、そういう意味で、あの、塾とかにそれを求める必要がないっていう人もいると思いますから、まあ、そういう人はやっぱり質問に関しても、あの、行く意味がないんじゃないかなと思います。で、3つ目ですね。これ添削なんですけれども、これも質問とかなり似てます。まあ、添削を受けられる環境の人と受けられない環境の人ってこれやっぱいるのですよね。やっぱ学校の先生も全員が全員同じレベルにあるわけじゃないですし、まあ、仮にレベルが高い人がいたとしても、その人がね、その生徒さん1人のために毎週5個も6個もあの添削をしてくれるとは限りません。まあ、週に1回お願いするのだって結構先生からすると、まあ、純粋に仕事が増えるということなので、まあ、もちろん熱心な先生はね、やってくださると思うんですけど、まあ、そんなにね、もう毎週毎週お願いしてやってくれて当たり前っていうのは、まあ、ちょっと違うかなと思います。やっぱり先生の仕事も仕事であるので、じゃあ皆さんの添削をやったらそこにね先生の給料が出るのかっていうと、まあ、基本的には出ないので、まあね、少数のね生徒さんに関して、まあ、こっそり言ってきた子に関しては添削してあげるって先生も多いかもしれないですけど、でクラスの全員分をね毎週毎週添削するなんてことやり始めたらもう授業とか崩壊するので、まあ、なかなかそういうことはできないと思います。なのでスタンダードに添削を受けたいというのであれば、
やっぱり添削を受ける必要があると思うんですけど、まあ、ただやっぱりその記述がそもそも少ない大学を受験する人とか、まあ、そんなにその記述の必要性がない、なんていうかな、問題形式を受ける人っていうのは、まあ、そんなに添削の必要もないので、まあ、そういう人にとってもあまり塾は必要ないと思いますね。で最後に、まあ、スケジュール管理なんですけれども、あ、最後じゃないですね、最後から1個目なんですけども、スケジュール管理に関して言うと、まあ、正直ね、自分で考えて自分でこなせるっていうふうに思っている人が結構受験生にはいます。ただ学力的に非常に高い生徒さんでも、正直ですね、自分で完璧に考えて完璧にこなすっていうのはできない生徒さんが多いです。はい、単純にですね、こう先取りができている生徒さんの場合余裕があるんで、例えば3ヶ月のスケジュールを組んだ時に多少ね、ちょっと遠回りしたぐらいでも別にもともと先取りができているし成績もいいのでそんなに問題ないんですよ。で実際に、まあ、勉強ってやらないよりはやった方がいいので、多少遠回りしたとしてもその遠回り分で得た知識とかが、まあ、場合によっては役立ってくることもありえるんでね、なので、まあ、そんなに悪いことじゃないんですよ。ただやっぱりこれから勉強を始めるとか、ちょっと出遅れてるぞとか、もしくはまあ、出遅れてるとは言わないけれども、これからしっかりやっていかないと間に合わないぞぐらいの人の場合、やっぱりそういう習慣が身についてないので、なかなかスケジュール管理をするっていうのは自分でやるっていうのは難しいと思います。で実際に例えば東大とかにある程度、まあ、余裕とは言わないけども、まあ、この子は受かるだろうなっていう風なぐらいの学力を持っていて、実際に受かるようなレベルの子でも、じゃあスケジュールどうやってんのって言うとですね、やっぱり週に1回ぐらいはそのなんていうかな、自分でスケジュールを立てて、じゃあ次これをやってこなしていくっていうのは、それは結構できる人が多いですね。やっぱそのレベルまで行くと、1週間単位で例えばこちらが課題を提示すればある程度こなせるという方が多いです、自分なりに考えてね。ただじゃあ1ヶ月とかもしくは3ヶ月、要は中長期的な部分で何をやればいいか、どういう順番で進めていけばいいかで、場合によっては例えばここの点数がこんぐらいまで伸びたらこっちに行くとか、ここの点数がそこまでいかなかったらあっちに行くとか、そういうなんかこう、まあシミュレーションも含めてですね、ルートが描けているのかっていうと、まあ、正直それができている生徒さんっていうのはほぼいないですね。ほぼいない。なので、そう考えると、やっぱりそのスケジュール管理とかを、本当にやってもらえる。だからただ単にね、毎週これやってねって言われるだけのスケジュール管理であれば、それは別に高校生でもできます。頑張ればね。なので、まあ、それは受ける意味はあまりないかもしれないけど、もうちょっと中長期的なスケジュールが描けるような塾を受けるんだったら、そこはね、多くの受験生にとって意味があるんじゃないかなと僕は感じています。ただまた例外もあって、言うこと絶対聞かない生徒って言いますよね。うちの塾にはいないですけれども、もう自分が思ったようにやらないと気が済まないっていう人がたまにいるんですよね。要は昔いたんですけど、僕にね、受験の指導してほしいというふうに来て、まあ、オンラインでやっていたんですが、じゃあ次こういうふうに勉強した方がいいですよとか、まあ、今ね基礎があんまりできてないので、じゃあもう一回ね青チャート復習しましょうとかって言っても、いや自分は復習はしたくないんですみたいな、そういう結構強情な方がいるんですよ。強情って頑固っていうんですかね。なのでそういうすると、いやでもね復習しないと固まってないと、で実際ねなんか問題とか解いてみてできてないからやり直さなきゃいけないんだけどねっていう話をしても、いやでも自分はもう過去問やらなきゃいかんと思いますっていうから、まあ、じゃあちょっと過去問やってみてダメだったら青ちょっと戻ろうねって言っても、いやもう過去問しかやりませんみたいな、結構こうもう言うことを聞いてくれない、なんていうかな、言うこと聞かないっていうのは別にこっちが指示したことを100として、なんかその例えば5とか10とかね、まあ場合によっては20、30ぐらい自分なりの考えを入れ込んでやってくださるっていうのは僕はいいと思うんですよ。ただ100こちらからお伝えして、なんか90ぐらいね、いやそんな無理ですみたいなこと言われてしまうと、いやでもねそれ以外ないんだけどなみたいなところあるわけですよね。根本部分みたいな、さっき言ったように復習をしないとかね、例えば次の教材があってね、英単語帳どっちやりますかね、僕はこっちがいいです、 それはもうどちらでもいいものであればねやればいいし、明らかにちょっと違うよってものは違うよってこちらも言いますよ。やっぱそういう生徒さんだと、やっぱりこう、スケジュール管理をしてもらうということ自体が結構厳しくなっちゃうので、まあ、難しいのかなと思います。はい。で、最後に、その受験の情報とかですよね、志望校の決定とか、そういうところなんですけれども、そこについては、まあ、かなりこう、家庭によって必要か不必要かっていうのが分かれてくるかなと思います。例えばなんですけれども、もう東大一本で、もう東大しか受けませんみたいな人ね、とかだったら、まあ、あんまりこうね、細かい志望校対策の話聞くっていうのは、まあ、意味がないのかなって思うんですけど、意味がないというか、そう、対策を聞くのはいいんですけど、じゃあ併願校どうするとかね、入試の日程がこうだからとかできてもしょうがないんですけど、医学部の人、あと私立大学の志望の人、
ここはですね、実はもし教えてもらえるんだったらしっかり聞いた方がいいです。まずなんでかっていうと、医学部に関してはいろんなこう学校によって傾向が変わったり、その共通テストの点数によって出すところを変えたりとかっていういろんな傾向があるので、そこはもし塾に頼れるんだったらしっかり頼った方がいいと思います。そして私立大学に関しても最近は入試制度はどんどん変わってます。例えば今、早稲田とか行きたいなと思ってる人、もしかしたらこのチャンネル、この動画見てくださってる方の中にもいるかもしれませんね。早稲田行きたい人、ね、早稲田の入試が来年からどう変わるかって皆さん自分で言えますか？もしくは早稲田を受けるぐらいの人であれば、まあ、G マーチあたりをね、一緒に、まあ、同時に受験される方多いんですけど、じゃあ G マーチの入試制度、来年からどう変わるか分かりますか？特に立教大学とか青山とか、特に変わる大学について制度を説明できますか？英検何を受けとけばいいか分かりますか？そういったことをですね、要は簡単に言ってしまうと、知らないまま受験をするってめちゃめちゃ怖いことなんですね。なので、学校の先生が教えてくれる人はいいんですけど、学校の先生も万能ではないので、全ての大学に関してそういう入試制度とかを網羅してるわけじゃないですし、皆さんに例えば、よし、お前早く英検受けに行かなきゃダメだぞとか言ってくれるわけじゃないので、そういう部分をもし塾に頼れるのであれば、これは僕は頼るメリットはあるんじゃないかなと思います。まあ、ただそれって、なんか塾のどの部分なのかって言われると、で授業を受けてる部分でもないし、で講義を受けてるっていうわけでもないから、まあ、ちょっと個別指導によっちゃう部分はあるのかもしれないなとは思いますが、もし情報源として使えるのであれば、まあ、使い倒した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、話をまとめますと、要はですね、講義を受けたり質問したりとか、そういった部分に関して、授業が必要ない、まあ、その塾が必要ないっていう人がいるんじゃないかなと僕は思います。で実際に、まあ、問い合わせね、うちの塾にいただいてきた方にも、いや授業をうちで全部やるっていうのは非効率的なので、スタティサプリを見てやってくださいとかっていうふうにアドバイスする場合もあります。うちで当然全部受けてくれれば、うちはね、売上的には立つけど、いや、そうじゃなくてと、最大効率を考えたら、うちはじゃあスケジュール管理とか見るんで、授業を受けるとこはスタサプでまずやってみましょうよというふうな提案をすることもしばしばあります。なので、そこに関してはやっぱり塾の必要性、不必要性っていうのは、生徒さんによって分かれるんじゃないかなと思います。で、そもそも塾がいらないっていう人もいると思うんですよね。やっぱさっき言ったように先取りができてて、でそもそも勉強習慣もあってスケジュール管理があまりいらなくて、で講義を受けるといっても映像とかで自分でやっていけるような、要は自立した生徒さんの場合、まあ、そういう方は別に塾に行かなくても全然合格を勝ち取れるとは思います。ただなんかそこをなんか自分も当たり前のようにできるって思うのは僕は危険だなと思うんですよ。別になんかうちの塾の宣伝がしたいわけではなくて、本当にこれは仕方ない事実なんですけど、例えば東大に受かる人って頭いい人が受かるわけですよね。その年で受験に勝ち抜いた人が例えば医学部とか東大に行くんですけど、例えばそういう方々のうちどれだけがその塾とか何かしら その指導サービスってものを受けているかってことなんですよ。でこれ僕はね、正確に毎年毎年それを計算してるわけじゃないんですけど、ほぼ8割から9割ぐらいの生徒さんというのは塾に行ってます。控えめに見て8割。普通に考えたら9割ぐらいの生徒さんは何らかの塾を活用してます。もちろん塾に行くといっても、例えば英語と数学だけ行ってて、理科は自分でやるとかね。例えば国語と英語は行くけど、社会は自分でやるとか。そういうふうに使い分けをしている人もいるので、全科目全てにおいて塾に頼って授業を受けてっていう人ばかりではないですけれども、ただ、塾を活用せず超難関大に行く人ってすごくレアです。はい。それが別に悪いと言ってるわけじゃなくて、それは自分で自立して勉強してそういう成果を残したのだから、僕は素晴らしいことだと思うし、自信を持ってほしいなと思うんです。ただ、事実として、予備校とか塾を使わないで、そういうふうに大学受験で成功を収めてる人ってそんなに多くないってことは知っておいた方がいいかなと思います。だから、塾を使わないで受験にチャレンジする人は僕はすごい応援したいし、それこそうちのね、YouTube チャンネルとかは、一切お金かからず見られるものだから、うまく使い倒してほしいなとは思うんだけれども、まあ、ただ、自分が当然のように、当たり前のように、そういったその塾を使わないで合格する人たちの10分の1とかのパーセンテージに入れるんだって思っちゃうと、ちょっと危険かなとは思います。だから僕がおすすめするのはやっぱり高校1年生とかの頃からちょっとずつでももちろんお金かかってしまうんだけど、何らかそういった塾とかっていうのを使うのはいいかなと思うんです。やっぱそうすると、あ、塾ってこういうもんなんだとか、あ、こういう部分は自分にとってはいらないな、でもこういう部分は自分にとって必要だなっていうのが分かるようになるんですよ。実際僕が受験勉強を始めた時に最初にヨゼミと東進に僕は行き始めたんだけど、まあヨゼミは週に1回の講義なんでまあいいとしてもね、なんで東進を選んだかってことなんですよ。僕の周りの生徒みんなね開成なんで、鉄力会とか寸大とか
とかそういうところに行っていたのに、なぜ僕は投資を選んだか、ほとんどね僕の周りでその時投資に行ってる子なんていませんでしたよ。だけど何で投資を選んだかっていうと、やっぱり僕は中学生の時も塾に行ってた、小学生の時も塾に行ってた、かつ高校1年生の頃からその高2の夏までも一応、塾に行ってたんです。ただほとんどちゃんと勉強しなかったけどね。でもやっぱりそうやって塾付けでやってきたからこそ、あ、塾ってこうだなって感覚があったんで、だからこそ週に1回行ってただ受けるだけでは一生成績伸びないなって感覚があったんですよ。だから最初は自分は数学がめちゃくちゃ良かったんで、もう数学だけでもめちゃくちゃ固めて、固めるって言っても応用レベルをやるという話じゃなくて、本当教科書レベルを固めるって話なんだけど、まあそういう部分が必要だし、好きな時に好きなレベルの授業が受けられるのは当時僕の環境の中では投資さんだけだったんで、投資に通ったんです。別に投資の宣伝してるわけでもないですよ。だけどそういう風に自分でこう考えられたからこそそういう選択ができたのであり、これが例えば中学生の時も塾に通ってない、高校生の時も塾に通ってない、塾って何なのよく分かんないところからスタートしちゃうと、どこ行ってるか分からないし、自分にとって何が必要で何は必要じゃないのかってことを何て言うかな、認識できなかったと思うんですね。だから僕にとってはやっぱりその必要なものはさっさと受けられるというその利便性だったし、逆に必要じゃなかったものは宿題だったんです。要はギュッと詰めて復習をしていかないといけないから、毎週膨大な宿題出されてた、まあ、僕高校受験の時にサピックスに行ってたんですけど、毎月たくさんね宿題が出るので、まあ、そういうものをずっとやっていたらいつまでたっても先取りというか復習がしきれないということになってしまったので、宿題はないところがいいっていうふうに自分で考えることができたので、そういう塾を選べたんですね。だからやっぱりそういった意味で今高校1年生とかの方、もしくは中高一貫とかで中3ぐらいの方っていうのは、まあ、別に本格的に塾に行かなくてもいいと思うし、なんかこう地元の塾とかに、まあ、週に1回だけ行ってみるでもいいんだけど、なんかそういう風にちょっと始めてみるだけでも後々ね、それがまあその跳ね返ってくるという部分はあると思います。どんなサービスでもそうなんですけど、いきなり選んでいきなり大正解ってこれないと思うんですよね。実際僕もこうやって YouTube とかやってますけど、じゃあ今機材使ってます、今ここにね照明があって、このカメラがあって、マイクがあって、でパソコンがあってってやりますけど、じゃあ1回目から自分にとって最適な機材をスパンって選べたかっていうと全然そうじゃないです。結構無駄な買い物も正直しちゃったし、ね、なんかいらない部品をね買ってしまったり、もしくは買ったんだけど必要な部品を買ってなくて後から買い直したりとか、そういったことたくさんありました。皆さんも人生経験いろいろあると思います。いきなり最適解っていうのはやっぱ無理なんですよね。やっぱ何かこう経験を積んだからこそ、あ、自分にとってはこれがいいんだ、自分にとってはこれが最適解なんだってものが分かるので、最初からね、パンフレットいくら読んだり説明を受けたりなんだりしても、いきなり最適解ってこれ見つからないんで、これ塾とかもそうなんですよね。ただやっぱり塾とかってなかなかね、行ったり来たりね、入ったり辞めたりするもんじゃないから、まあ、ずるずると受験まで行っちゃう方も多いですけど、まあ、でもそこは自由ですからね。まずどっかちょっと試してみて、それでね、まあ、受験が近づいてきたらもう一回考えてみるとかでも僕はいいのかなというふうには思います。はい、まあ、世の中にはね、いろんな塾あります。まあ、うちなんかは比較的、まあ、コメント欄にも書かれるけど、結構値段高いなんて書かれるんですけど、まあ、自分なりには結構頑張って抑えてるつもりなんですけどね。ただまあ、世の中を見渡せばもっとね、お安いものとかもあるので、まあ、そういったものを含めてね、ぜひ考えてみてください。はい、個別塾キャスター室にご興味をお持ちの方はですね、概要欄の URL からお問い合わせください。はい、というわけで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。